人体を修復する方法は複雑だが、実は妖魔の錬成とほとんど同じだ。まずはわしの指示に従って妖魔を一匹錬成してみろ。この妖魔の錬成は素材の選択が非常に重要で、結果を左右する。待て、わしの指示を聞いてから始めろ。一般的に希少な妖魔ほど錬成時に必要な素材をより慎重に。8割といったところか。人体の修復も同じ理屈だ。よし、この素材を入れて。本当にできた。転写って本当にほぼ不可能がないのね。わしの話は大げさではない。できると言ったらできる。そう、体を元に戻してやるからな。大丈夫だ。うん、小袋を結んでおくわ。こうすれば心が落ち着いて魔除け、薬除け、どんな毒も寄せつけない。さあやれ。成功したのか。この気がおかしい。黒煙、黒煙の妖魔だ。急げ、テンションを出すんだ。トゥテンション。大丈夫、心配ない。兄ちゃんがどうにかする。大丈夫、心配ない。平気だ、心配するな。適当なことしか言えないんでしょ。兄ちゃんだって。兄ちゃん？お兄ちゃんは本当のお兄ちゃんじゃない。お前、どうせ私は役立たずで足手まといでしかない。兄ちゃん、兄ちゃんってもうほっといてよ。私も手伝うから一緒に方法を考えましょう。わかった。
ほぼ確実だって言ったのに、どうして失敗したんだ。体も全部消えた。こっちが聞きたい。なぜ小娘の体の中に黒煙の木があるんだ。何を言ってるんだ。黒煙だ、黒煙。まさかあの時ソウが国務太陽から受けた怪我で残った木か。早く気づいてよかった。でなければ被害は小娘の体だけでは済まなかったぞ。天書の世界の調和も大きな影響を受けるところだった。俺のせいだっていうのか。当たり前だ。錬成の時に黒煙が混入するなどありえんことだ。この世で黒煙を操ることができるのは我らがお嬢様ただ一人。じゃあどうやってソウの体を修復すればいいんだ。燃え尽きてしまったものをどうやって修復する。ソウの体を修復すると言った。これは取引だ。取引するものがなくなったんだ。取り消すしかない。そうか、取引が取り消しになったんだから、あんたを元の場所に戻そう。バカ、ちょっと待て。まだ一つ方法がある。なんだ。無から人間の体を錬成するには黒煙を使うしかない。わずかな黒煙の木でさえあんな風に制御不能になった。言っただろ、黒煙を操ることができるのは我らがお嬢様ただ一人。わしはお嬢様を探しに行く。お前たちも連れて行ってやろう。行くぞ行くぞ、お嬢様を探しに行くぞ。ちょっと面倒だけど方法が見つかった。大王が言うお嬢様って人は錬成の道に精通していて黒煙を制御できるそうだ。信じるの。わしの言うことに嘘はない。そう、行こうか。うん、さあ行くぞ。覇色に戻ってきたけど景色は変わってない。無名宮に着いたら昔のことを思い出す。あの人はもういない。残されたのは私だけ。黒煙の妖魔を必ず消し去り全力で反撃する。剣炎剣は他人の手に渡らせないよう封印した。でもね、あなた、私とても疲れたわ。大王の話では可能性がある場所は覇色、無名宮、帰国雪原。お嬢様ってあの噂で聞いた人じゃないかな。緑の服の人。無礼な。お前たちのような若輩者がお嬢様などと。夫人と呼べ。わかりました。噂から推測して一番可能性がある方向は北側、帰国雪原ね。北側は往来が難しいかもしれない。幾水を通るときに軍縮に挨拶しに行こう。